まだ長いですね。休憩ついでに爆裂魔法を打ってきていいでしょうか。ストーリーイベントが開催中で、各章のノーマルクエストをメインクエストを進めて、メインクエストでは装備推奨属このスバ美人プリーストがお会いいたします。エリスの胸はバトリー。衣装直しをした方がいいかも。悪人とエリス教徒は許しません。僕は負けない。変態よ。漆黒の力解き放て。衣装直しをした方がいいかも。手加減はしないよ。思い知れ。勇者の力だ。アクア様、感謝します。英雄ターンを書くのは得意なんだ。アリーナへの入場が許可されたみたいね。このスバ強敵と戦って他の冒険者と新しいストーリーイベントが開催中です。参加してメインクエストではメインクエストを進めてストーリーをクラウンを3つ取得すると推奨属性の服も似合っているかな。思い知る。変態よ。私の祈りが届いたのね。悪人とエリス教徒は許しません。エリスの胸はバト入り。僕は負けない。腕が乗る。衣装直しをした方がいいかな。はや。漆黒の力、時は来た。はや。なぎ払え。力がみなぎってきたぞ。さて、僕と一緒に出かけようか。このスバ水晶属性のスキルを持つメンバー。このスバ。さあ、開幕のベルは鳴った。思い知れ。僕が防寒具を買ってあげよう。私を養ってくれる人。手加減はしないよ。筆が乗る。衣装直しをした方がいいかな。エリスの胸はバト入り。これで終わりだよ。スキアリ。手加減はしないよ。力
力がみなぎってきたぞ。これをこうして完成です。このスバ、水晶属性のスキルを持つ。このスバ、この服も似合っているかな。正しく負けを認めるんだ。てや、ところてんスライムで乾杯よ。この僕に寒さなど通用しない。これで終わりだよ。僕は負けない。てや、筆が乗る。ところてんスライムで乾杯よ。この僕に寒さなど通用しない。筆が乗る。時は来た。英雄譚を書くのは得意なんだ。このスバ、水晶属性のスキルを持つね。このスバ、さあ開幕のベルは鳴ったよ。勇者の力だ。漆黒の力解き放て。私の祈りが届いたのね。この僕に寒さなど通用しない。僕は負けない。解き放て我が力。ところてんスライムで乾杯よ。悪人とエリス教徒は許しません。これで終わりだよ。今から何が起こるか。次の一撃にかける。解き放て我が力。これが選ばれし勇者の剣だ。英雄譚を書くのは得意なんだ。このスバ、水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに。新しい、このスバ、さあ開幕のベルは鳴ったよ。僕は負けない。エリスの胸はバトリー。勝つのはこの僕だ。衣装直しをした方がいいかな。この僕に寒さなど通用しない。かわいいロリコはどこ。勇者の力だ。漆黒の力解き放て。僕が防寒具を買ってあげよう。私を養ってくれる人。おとなしく負けを認める。力がみなぎってきたぞ。やり、英雄譚を書くのは得意なんだ。
水晶属性のスキルを持つ。クルシュバ、仕方ないわね、協力してあげる。力の本流が。僕に任せろ。エリスの胸はバト入り。僕が防寒具を買ってあげよう。この僕に寒さなど通用しない。正しく負けを認めるんだ。勝つのはこの僕だ。私の祈りが届いたのね。悪人とエリス教徒は許しません。あー下手よ。手加減はしないよ。次の一撃にかける。これが選ばれし勇者の剣だ。やり、漆黒の力、時は来た。配給のパンをもらわなくちゃ。このスバ